ルちょっとガードナーと重なってしまった感がありますが、それをかわしていくようなペイント内アタック。いいですね、しっかりかわしてますね、ちょっとルーズになってしまいますね、はい、少し、ショットを金丸打ってきます。トーマスのレッキーです。そうですね、はい、前半はうまくシュートまでいけてますけど、後半防げてますね。そうですね、はい、ここはオープンになったフェイアウェイ、金丸コースケのシュートから入っていきます。さあ金丸が入ってことは大きいですね、はい、リードは三河、ここで金丸スリーポイント決まります。もう打った瞬間に、はい、しっかりボールを回し、金丸難しいショットですが、これは、はい、決まります。歯がゆいというよく表現されている。金丸遠目からこれを決めてくるんです。さばいて打ってきた。で、クリンズは金丸、あ、ここが金丸、決めます。柏木として金丸、今村、金丸、金丸のシュートが決まります。これもサーフショットじゃないですよね。じゃない。金丸から、ここから金丸来た。いや、今のも難しいシュートですけどね、すまんですね。ここを使ってくるか。あ、来ましたね。しっかり決める。イメージを作ったか、柏木金丸通って、今度は押し込んで、ここからのショット決めた。今度はペイント内から金丸、空いたスリーポイント。このタイミングから任せろ、金丸通って。何人でもガードナーちょっと今抑えられるかなというような、三河のブースターから見るとそういった心強いところあるわけなんですが、金丸コースケーコンビネーション見せるか、今の ね、楽しみなちょっとコミュニケーション取ってましたけれども、三井が振り切られてしまったと、打たれてはいけないですね。そういうことですね、3人ともワイドオープンで打ちました。フェイダーウェイ、これを決めるのが金丸。にゲートコーチの病気療養中に指揮を取っていた武のアシスタントコーチ、金丸決まりました。ここで決まった、逆転。そうですね、ここはもう立ち上がりから集中ということでしょう。ここも速攻、ここはハレルソンが戻ってきていました。ただ決まった、決めてきます金丸。ショットクロックは18秒というところのスタートでも、中にいる、これはうまいパス、川村金丸、新球をチェンジマシン、スキップショット、これはもうブザーが鳴っている。さあ、長くボールを入れた金丸、ここで1点、中村、ファウルがあった、シュートモーション、バスケットカウント、 90.7% まで持っていきます。今日のリード、今シーズンのこのマイナーの活躍どうでしたか。今の数字に現れないようなディフェンスですとか、はい、あとは機動力ですよね、運動量が非常に多い選手ですので、まだこれから、ね、楽しみな選手ですと思うんですけども、両チームとも頑張ってますよね、はい、リバウンド。金丸決めてくる。今日は相当集中してますね。